フマーユン病、フマーユン病は、インド共和国の首都デリーにある、ムガル帝国の第二代皇帝フマーユーン、ネイジラダンフマユーンの母病。インドにおけるイスラーム建築の成果の一つと評され、その建築スタイルは、タージマハルにも影響を与えたと言われる。ムガル帝国、第二代皇帝、フマーユーンは、1540年、ビハールの地を従えた、パシュトゥン人。 アフガン人の将軍で後に、シェールシャーと名乗るスール族のシェール藩に大敗し、これ以降インド北部の君主の座を奪われて、ペルシアに亡命し、流浪の生活を送った。やがて、イラン、ペルシアのサファビー朝の支援を受け、シェールシャー死後の1555年には、アーグラとリーを奪回して、北インドの再征服に成功したが、翌1556年に、自己死してしまった。 フマーユン死後の1565年、ペルシア出身の王妃で、信仰厚い娘まであった、ハミーダ・バーヌベイグム、ハージー・ベイグムは、亡き夫のために、デリーのヤムナー川のほとりに壮麗な墓を建設する、ことを命令した。時代は、アクバル大帝地世の前半にあたっていた。伝えられるところによれば、ペルシア出身の建築家、 サイードムハンマドイブン・ミラーク・ギアス・ティーンとその父、ミラーク・ギアス・ティーンの二人の建築家によって9年の歳月を経完成されたという。その建築は、ムワル帝国の病建築の原型を示すと言われている。1993年、ユネスコ国際連合教育科学文化機関世界遺産、文化遺産に登録された。霊病周囲の庭園は、 ペルシア的なチャハルバーグ、4分庭園となっており、10ヘクタール以上の広大な敷地を有する。4分庭園とは、四面蔵等の衣装を持ち、4つの区画に分けられた正方形の庭園であり、庭園には、水路や縁路が格子状に走行して中型内し、小型の正方形を作り、それぞれの交点には、小空間や廊団、地線などが設けられている。 フマユーン病の庭園は、インドアタジクにおけるチャハルバーグ形式の庭園としては、最古のものであり、ペルシアの伝統が色濃く反映された、従来のヒンドゥー建築や、インドイスラーム建築に存在しなかった形式の庭園である。優美な庭園はまた、しばしば、楽園の思想の具現化であると評される。すなわち、 中近東生まれの宗教であるイスラームにとって、平によって囲まれ、日陰と水がふんだんにある庭とは、まさに天井の楽園を地上に模写した人工物だったのである。霊廟は上下の二層構造をとっており、東西南北の四面それぞれは同じ立面、ファサードを持っている。霊廟の中心には、原室が設けられており、その外側にアーケードを巡らせた。 平平な仮装基段は一辺およそ95メートルの区形を成して、高さは約7メートルに達している。その髪型に設けられた上層建築は一辺およそ48メートルであり、中央母室を4つの正方形の墓室が対角状に取り巻くような形状に配置されており、各面に対しアーチ状の天井を持つイーーンを開いている。それぞれのファサード、正面は、 赤色の砂岩に白色の大理石を組み合わせて幾何学的な文様が華やかにデザインされている。ここではまた造岩の手法も取り入れられている。霊廟の中央広間には屋根と天井を切り離した中央アジア的な二重角のドームを有する。外角ドームは総白大理石でその最頂点までの高さはおよそ38メートルに及んでいる。ドーム屋根の周囲には 柱で支えられた傘のような形状の茶リー、小塔が立ち並んで、インド的印象を受けるが、これはペルシア風のアーチやドームを主体にした建築に、柱や梁を多用したヒンドゥー的装飾が各所に施されているためである。外角ドームの12メートル下には内部を覆うドームがあり、三連アーチ窓が2段に並んで検出の天井としては公的な高さとなっている。 この半円ドームは、周囲の墓室や、四方のイーワーンを結びつける重要な空間となっている。墓秒には、すべて合わせると、計150人の死者が埋葬されている。フマあーうんー、王姫やグム王子ー,ーラあシコー、そして重きをなした、ムガル町の宮廷人たちの遺体である。現室となる、建物の中央には、冬ンの墓として、 白大遺跡の石棺が置かれるが、これはいわば仮の墓、すなわち、片木棺、背のターフであり、実際の不満有運の遺体を収めた棺は、この直下に案されている。このような形式は、中央アジアの創造に由来している。宮廷人たちの棺については、資料を書いており、それぞれの石棺が、どのように配置されたか、その詳細は、よくわかっていない。建築史的には、 同時代のペルシア建築と共通する要素が多いと言われているが、フマーユン病で採用された上層建築の形式は過去の病建築には見られず、むしろ宮殿パビリオンの系府に連なる形式に属している。この形式は、アーグラ近郊シカンドラーに所在するアクバル病や、第四代皇帝ジャハーンギールの母病である、ジャハーンギール病には採用さなかったものの、 第五代皇帝シャージャハーンが第一王妃、ムムターズマハルのために、アーグラに建てた、五病、タージマハルでは再び採用されることとなった。インドの歴史において、フマーユン病は、くしくも、ムガル帝国終焉の舞台となった。1857年に始まる、繁栄法規、いわゆるインド大判断の際、シパーヒーたちに擁立された、ムガル朝最後の皇帝ハードルシャー二世は、 三人の王子と共にこの母病に避難した。しかし、皇帝は、ウィリアム・ハドソンの率いるイギリス軍によって捕獲され、裁判にかけられて、定位を剥奪された。翌1858年、バハアドゥルシャー二世は、年金を当てがわれた上で、英領ビルマのシュフラングーン、ケンヤンゴンに追放された。フマーユン病は、ニューデリー中心部、 コンノートプレイスの南東約5キロメートル、インドモンからは、南東約2 6キロメートルの地点にあり、デリー首都圏の空の玄関口であるインディランディー、国際空港の東方やや北より約1 3トル、デリー首都圏におけるターミナル駅の一つであるはずらと、ニサームティーン駅の北北西約5 0 0ルに立地する。フマユンビョーの周辺には、 上日のスール町のシェールシャーの宮廷に仕えた、貴族イーサー・ハー・ニアーズ・イーの母仰であるイーサー・ハーン仰、13世紀後半から14世紀前半にかけてのイスラームのスーフィーの聖者の母仰、ニサー・ムティーン仰、また、サブジブルズ仰など、墓建築をはじめとするイスラームの宗教遺跡が数多く分布する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。